ゆうせ、大丈夫？もちろん。今日はお招きありがとうございます。入って入って。お邪魔します。これ。お邪魔します。いやいや、あ、本当に一パック298円。いや、そこじゃなくて、何この部屋？なんかモデルルームみたい。モデルルームっていうか生活感なさすぎじゃない？そう？あ、もしかして引っ越ししたて？まだ開けてない荷物とかがごっそりあるんでしょ？ううん、荷物はとっくに全部開けたよ。引っ越したの去年だしね。え、でも生活に必要な類のものとかが全然見当たらないんですけど。必要なものって？リモコンとかティッシュとかいろいろあるでしょ。ああ、それなら。ああ、あったね。いちいちここから出して使うんですか？めんどくせえ。あざす。何が？え、っていうかこの家どこもこんななんですか？ん？あ、素敵、鉄のフライパンだ。重っ。調理器具これだけ？少な。案外なんとかなるんだよね。カラって斬新ですね。靴いちいち全部ここにしまってんの？っていうか服、え、これで全部なんですか？うん、まあ結局捨てちゃうんだよね、全部。捨てちゃう？というわけで、はじめまして、私の名前は舞。もうなんとなく皆さんお分かりでしょうが、私の趣味は掃除、洗濯、お片付け、お片付け、お片付け。っていうか私、実は何にもない空間が大好きなスーパーステマなんです。どうしたんですか急に。あ、こっちの問題。てか、なんで？え？なんでそんなに捨てちゃうの？なんでって言われても。そこに不要なものがあるから。いや、ドヤ顔すごいな。ちょっとでも必要じゃないものを見つけると。どうしても捨てたくなっちゃって、家族に止められることもしばしばなんですけど。なんで捨てちゃダメなの？それでも懲りずに捨て続けると、やがてある一線を越える瞬間が訪れる。捨て、こんな風に。これは夫からもらった初めての誕生日プレゼント。でも全然使ってないし、正直趣味じゃなかった。とはいえ、これを捨てるのは嫁として、いや、人として。でも捨てる。迷ったらとりあえず捨てる。これぞ名付けて捨ての経典越え。
なんで消えてん？こうして幾度となく虫か捨ての経典越えを果たして手に入れたこの何にもない空間が私は好きなんだだだへえちなみに今まで何を捨てたんですかそうだな自分三角コーナーです流しには欠かせない存在だと自負しています野菜の切れ端じゃんじゃん入れてくださいいちいち洗うのが嫌僕調味料の計量に命かけて誇りを持ってやってますあなたの食卓を美味しくできるのはそう普通のスプーンでいい踏んでください僕のことどんどん踏んでください洗うのめんどくさい、はい、いや僕をあんなやつらも僕を踏んで同じく風邪ひくぜ早く俺でフェイスタオル2枚で拭ける私なしでどうやって奪い手弱で疲れた君を癒してあげられる部屋が狭くなる僕たち力を合わせて重曹とクエン酸で十分まほんの一部ですけどてかバスタオル捨てたんだ今まで捨てて後悔したものとかないんですかまああるけどちょっと不便なだけで別に死ぬわけじゃないしねはあそういう尺度なんですねいい後悔が怖くては何もない生活はできないのはあそしていつか私は何にも持たずに生きていきたいのどうしよう全然世界観についていけないあれよく見たらこれも必要ないよねねえねえって言われてもよし捨てよういやいや何やってんの何やってんのマイさんいや二人が遊びに来た記念何その記念やめていやいやこれは捨てない方がいいってよしそっち持ってせーのいやいや1212じゃなくてマイさんこれなくなったら諦めちゃいますよよし立てよう立てない1ねいや家族にもちゃんと相談した方がいいって家族そうですよちゃんと家族の意見だって聞かないとそっかそうだよねあ危なかったいやもうテーマっていうか変態のレベルですねそれだあんたもはや捨て変態だ捨て変態いいねいいのちょっと質問なんですけど私って変ですかねいや、こんなに物を捨てたがるってやっぱり変なのか変よえ What are you talking about? まあでもさそれが舞ちゃんだからストームキューンそんなことを家族から言われながらもこんなにも物を捨てたがる自分を客観視したくなって私はブログを開設したやがてリプライもつけ始めてとまあいろいろなご意見もあるのですが何はともあれ皆さんようこそ捨て変態の世界へここは物欲にまみれた現代社会でいかに物を減らし快適に暮らせるかを日夜研究している秘密機関 NNL 室長室長どうした猫型研究ロボットのクルリ君その呼び方やめてください国民的アニメキャラと若干被ってるんでそうかはいただでさえ最近のネットはパクリに敏感なんです
確かにな。オマージュだっつってんのに。ところでどうした？また捨てられない人たちに関する報告が上がってきました。ん？どんな報告だ？はい、食器を減らしたいんだけど、どれも気に入っていて何から捨てていいかわからなくて途方に暮れているという人たちが結構いるそうなんです。なるほど。何かいい方法ありませんか？私は知らん。いや、自信満々に言われても。仕方ない、彼を呼ぼう。彼？ポッケ君、ポッケ君。はい、室長。紹介しよう、彼は新入り猫型研究ロボットのポッケ君だ。あ、噂の新人ですね。よろしくお願いします。早速だが、何かいい方法はないか？はい、分析します。わかりました。は、早い。それならところてん式代用法が有効かと思います。うん、それは物に第二の使い道を与えてあげることで、代わりに別のものを一つ捨てるテクニックのことです。うん、例えば？例えば捨てられないお皿の一つをペット用などにしてしまえば、代わりに今まで使っていたペット皿を捨てられますよね。ああ、つまりお気に入りは転用して、そんなにお気に入りじゃないものを代わりに押し出しちゃうってことだね。そうです、それがところてん式代用法です。なるほど、さすがだポッケ君。ありがとうございます。くるり君の改良版なだけのことはあるな、ポッケ君は。ああ、そうなんですか。そう、彼は君の性能をはるかにしのぐ新型ロボットなのだよ。予算も 5,6 倍はかかっておるぞ。ああ、そういうことは教えてほしくなかったな。まあ、なんて素敵なリビングなのかしら。引き続き皆さん、こんにちは。捨て変態の舞です。でも変態とはいえ人の子、昔からこんな境地にたどり着いていたわけじゃないんです。もともとは皆さんと同じく普通の、いいえ、多分それ以下の、っていうかむしろ物を捨てられずに溜め込む捨て変態の世界では最下層の人間だったのです。まあいい、漫画もいいけど宿題済んでからにしなさいよ。もう一回したらやる。今やりなさい。はいはい、やりますよっけ。あれ、何のせる。あの頃の私にはまだ捨ての素の字もなくて、ランドセル、ランドセル。え、消えた。ちゃんちゃんちゃん。いや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 、あんな大きいも消えるわけないし。数十年後、まさか自分が捨て変態になるなんて夢にも思ってなくて。ちょちょいのちょいだっちゅうの。赤ペン赤ペン赤ペンペン、赤ペン赤ペン赤ペンペン、赤ペン赤ペン赤ペンペン、赤ペン赤ペン赤ペンペン。なんでもいいか。もう、うちに使えるペンはないの？しかし、使えないペンでさえ捨てようとせず。教科書教科書、あれ、この前この辺に。部屋は使えないものの墓場みたいだったっけ。はあ、やっと終わった。だから嫌なんだよね、宿題やんの。はあ、やれやれ。と、
ただただ生きづらかったあの頃、本当に生きづらかった。どうしたの？ What's happening? You just don't grow up. もうこんな漫画本ばかり溜め込んでるからよ。何度もね、あんたの漫画本でいっぱいよ。いっそのことちいかみ交換に出しちゃいなさい。やだ、まだ読むの。ったく、こんなくだらない本ばかり読んでないで、ツルゲーネフ読みなさい。ツルゲーネフと、まあ片付けられない家族にまでダメ出しされるっていう、今では考えられない事態もしばしば。すごい、エリちゃんち超綺麗だね。え、あ、そうだね。きっと昨日必死に片付けてくれたんだね。とりあえず、うん、とりあえずこの隣の部屋に、はい、もうみっともないからあるやつね。ちょっと待って、うん、押し込んじゃうから。そう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 、はい、どれどれ、はい、これこれ、うん、これ、はい、あ、みんなうちと同じで人が来る時だけ片付けてるんだって。本気で信じてたっけ。あ、ありがとう。ごめんね、うちら来るって言ったから昨日大変だったでしょう。ん、いや、そうでも。またまた。あ、やっぱりあっちの部屋は物でいっぱい。いいのに、うちらに気使わなくても。え、あっちの部屋がどうかしたの？あ、いいっていいって。キッチンは食事に関係ないものであふれ、体を縮めて食事をする日々。さらに、連れて行こうかなと思って。そうね、アメリカだった。醤油の周りには似たようなフォルムの謎の人形たちが平然と並べられるようなありさま。旅行で温泉とかどう？うん、ね、結構外国の方も好きでしょ、温泉。そうね、うん、へえ、面白いじゃん。そうだね、うん、どう？はあ、こんなこともザラだったあの頃。うちってとんでもなく散らかってたんだな。散らかっているのが当たり前の日常風景だったからこそ、うちがおかしいってことに気づくのに時間がかかったのかもしれない。思えばよくぞここまで。近いようで遠い道のり、でもそれを乗り越えられたのはあの時の気づきがあったからこそで、そういった意味であの時の私、ナイス。いや、しかし前のうちすごかったね。あ、ですね。あんたどうする、彼氏のうち行ってあんなだったら。その時は綺麗好きなんだなって思って受け入れますけどね。綺麗好きって次元じゃないでしょ。あれはリモコン一ついちいちクローゼットまで取りに行ってまたしまわなきゃいけないんだよ。慣れれば大丈夫なんじゃないですか。私は無理だわ、そこまで行かれると。っていうか菊池さんって今彼氏いるんですか。いや、いないけど。あ、そうなんですね。まあでも代用できそうなものは代用して物を減らすってのはありかもね。ですね。バスタオルをフェイスタオル2枚で代用するっていうのは変態レベル高いけどね。確かに。え、でいつから彼氏いないんですか。なんで。なんとなく。まあそれなりの期間。それなりって。てかあんたは彼氏いんの。いますよ。
そう。そもそも私その彼氏がいなかったっていう期間がないので、あのさ、そういう子時々いるけどおかしくない？何がですか？別れてすぐ次の彼氏ができんの？はい。つまりそれ最後の方ちょっと二股してる時期あるってことでしょ？それってどうなのかな。それやっていいんだったら私だって。いや待ってるんですよ。は？いつも私が別れるの待ってくれてる人がいるんですよ。だからまたすぐ告白されちゃうんです。まあ物も男も別れるときは割り切りが大事ってことですよね。あんた絶対部屋汚いでしょ。ひどい。まあちょっと散らかってますけどね。いる、いらない、いる、いらない、いるような気がするが、考えるってことはいらないってこと。というわけで、あ、捨てー。それ、捨てるの？お母さん、帰ってたんだ。うん、試食委員会に予定より早く終わったから。そうなんだ。うん、あ、それ捨てちゃまずい？いや、まあそれはいいんだけど。ん？何？あなたがカレー用にって買ってきた益子焼きのお皿、まさかとは思うんだけど、あれは捨ててないわよね？あ、捨てちゃった。へえ。だってあれ買ったはいいけど、カレー用にしては深さがなくて使いづらくて。それにほら、最近あまり出番なかったし、この前カレーだった時もお母さん別のお皿使ってたしさ。うん、どうしてあなた何でもかんでもすぐ捨てちゃうの？何でもかんでもって、あれ私が買ってきたやつだし、お母さんのものは何一つ捨ててないよ。私あれ気に入ってたのに。気に入ってたの？うん、色も綺麗ですっごく気に入ってたのに。でも使ってなかったじゃん。気に入ってたから使ってなかったのよ。使いなよ。てかそういう使わないものを溜め込むのがスペースの無駄になるってお母さんもいい加減分かってるでしょ。ただいま。あ、つとむくん。ねえねえ、つとむくん聞いてよ。前言ったらね、益子焼きのカレー皿捨てたって言うのよ。え、カレー？私やつとむくんに何にも聞かないで。ねえ、どう思う？あのお皿つとむくんも気に入ってたでしょ。え、気に入ってたの？つとむくん。ああ、あれか。そう、あれよ。そっか、捨てちゃったんだ、舞ちゃん。そうなのよ。ごめん、まさかつとむくんまでとは。まあでもなきゃないで別に大丈夫だよ。え、うわ、いいですねこの皿って言ってたじゃない。そうですけど、捨てちゃったものは仕方ないですからね。つとむきゃん、そういうとこ好き。そういうこだわりないとこすっごい好き。ありがとう。あなたがそう言うならまあいいけど。だって舞ちゃん、結婚前につけてたペアリングだって捨てちゃう人ですよ。まだ根に持ってるの？指輪のこと。根に持ってるわけじゃないけどさ、あれはなかなか衝撃だったから。結婚指輪か。これで私も人妻なのね。ってことはこっちはもうつけることないな。うん、そう、私は結婚指輪が出来上がったその日にそれまでつけていたペアリングを捨てたのだ。またまた、いくら舞ちゃんだってさすがに指輪は捨てないでしょ。捨てたよ。だってこれがあるから必要ないじゃん。だからつとむくんも捨てていいよ。その代わりこっち大事にしよう。
ぜ貯金箱に。あんなとこに入れるくらいなら捨てた方が。そんなこともあったね。何笑ってるの？それって笑って話すことなの？いや、私たちクラスになるとこれぐらいはね。つとむくんもつとむくんよ。あなた優しすぎるのよ。もっと怒った方がいいわよ。お母さん。だって二人の思い出の品でしょ。二人の思いが詰まってるのに。思い出のもの全部取っといたら大変なことになるの。お母さんだって分かってるでしょ。指輪なんてこんなちっちゃいじゃない。なんで捨てる必要があるの。かわいそうに。大きいとか小さいとかじゃなくて、私は今必要ないものがあるのが嫌なだけで。まあ僕もびっくりしたけど、それが舞ちゃんですから。あなたこれでいいの？こんな何でもかんでも捨てるような嫁で。別に何でもかんでも捨ててるわけじゃないもん。捨ててるじゃない。じゃあ何？お母さん前みたいに散らかり放題の家が良かったっていうの？そんなこと言ってないじゃない。私だって頑張ってるのに。すっごい頑張ってうち綺麗にして、毎日散らからないようにって、みんなが快適に過ごせるようにって。どれなのよお母さん。舞ちゃん、だからそんなことは言ってないじゃない。だったらさ、そんな風に責めなくたっていいじゃん。責めてなんかないじゃない。責めてる。まあまあ二人とも。あのね、私はあなたにとても感謝してるの。本当に本当に感謝してくれてる、そして尊敬もしてる。こんな快適な家で過ごせるなんて。あなたのおかげよ、まあいい。おかげじゃん。ごめんね、私もお母さんの気に入ってどんどん捨てちゃって。もういいわ。私こそ言い過ぎちゃって。ごめんなさい。あの、ついでと言ったら何なんですけど。何？最近使ってなかったあの大きい湯飲み捨ててもいいですか？ダメ。とまあ捨て変態とはいえ、家族の意見に耳を傾けないとと反省したのでした。ついに来た、待ちに待ったこの日が。いない、いない、いない。つまりこの家にいるのは私一人。皆さんこんにちは。この物語の主人公を務めておりますマイです。私の趣味は掃除、洗濯、整理整頓。リモコンとかティッシュとかいろいろあるでしょ。ああ、それならっていうか、実は私3度の飯より捨てることが大好きなスーパー捨て魔なんです。しかしその捨てに対する執着心が行き過ぎてしまうことも多々あり、家族や友人から止められることもしばしばで、みんなからはもはや捨て変態だと呼ばれてます。いいの？そんな私にとって今日のような日は絶好の捨て日和。いくら捨て変態の私でもやはり家族の目は気になるもので、ないな。いつもなら
そのタオルまだ使えるからね。え？何が？Just a moment. You aren't going to throw that away, are you? え？あんた。それ捨てようとしてんじゃないですよね。いやいや、見てただけだって。いいなあこの曲線。うん。捨て尽くしたな。まさか舞ちゃん、その写真まで。いやいや、何言ってんすか。これは捨てませんよ。まあ、データがあるから捨ててもいいんだけど。捨てませんよ。とまあこのように思うようには捨てられません。だけどダメだ、もう限界だ。絶好の捨て日和なのに捨てるものが何も見つからない。私もこれまでか。ここで諦めたら捨て変態の名が廃る。ここからだ。ここからのもう一つ手だ私。というわけで、まずは物を一つずつ点検。これは物と人が対話するための大切な作業です。そして気になるものが見つかったら、よし、調子は。まずまずだね。何か乗せてほしいものある？そうだな、アヒージョなんて洒落たもの乗せても案外似合うと思うんだけど。いいね、わかってるね、この子の。おい、やめろって。こうやって物に話しかけることで、それが本当に必要なものか見極めるのです。久しぶり。あ、大変ご無沙汰してました。ごめんね、最近使ってあげられなくて。あ、でもおばあ様にはよくしてもらってますので。そっか、おばあちゃんあなたのこと気に入ってたもんね。ただいつ忘れられてしまうか心配で。まあそうなったら私の思うつぼなんだけど。いや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 、勘弁してくださいよ。嘘嘘、本当に本当に分かってるって。本当に分かって。ああ今日はもう捨てるものが見つからない。卒業アルバム。それ捨てんの？ダメっしょ、捨てちゃう。大切な思い出じゃん。あなたは昔の私。こらこら、感傷に惑わされちゃダメよ。微妙に老けてるけど、あなたは。私は年後のあなたよ。え、何年後？今何年後？あなた、その卒アル何回見直したの？まあ友達が来た時に1回か2回は。でしょ。そんなもの取っといても無駄よ。無駄じゃない。ちょっと私同士で争わないでよ。これでも食らえ。やめなさい、それ引くわよ。やだよ、この小娘。いや昔のあんただから。おばさん。おば、あんたもいつかこうなるのよ。ならないの。なるのよ。さあこんな状況で果たして捨ての経典を超えることができるか。舞選手。誰あんた。実況です。さあ向かい風の中飛んだ。高い、これは高いぞ。どうだ、経典を超えることができるか。
捨てた、ついに捨てた、捨ての経典越え達成。世間体と固定観念を見事にはねのけ、ついに卒アルを捨てました。舞選手おめでとうございます。やりました。先輩の言う通り、年に一度も開かない卒アルを取っておくなんて捨て変態にあるまじき行為。でもね、あなたの気持ちもわかる。だからこれからどうしても見たくなったら友達に見せてもらうわ。先輩。そうね、卒アルを捨てる変態なんてあなたぐらいだもの。いつでも見せてくれるわよ。ま、結局見ないと思うけどね。だから誰やんた、すごい笑ってるけど。ここは物欲にまみれた現代社会でいかに物を減らし快適に暮らせるかを日夜研究している秘密機関 NNL。 室長室長、どうしたくるりくん。また捨てられない人たちに関する報告が上がってきています。どんな報告だ。はい、部屋を片付けても片付けても雑然としているように見えて困ってるという人たちが増えてるとのことです。何かいい対策法はありませんか。私は知らん。相変わらずはっきりと言うんですね、室長なのに。所詮甘くなってきただけのお飾りだからな。いや、そういうことははっきり言わなくていいですよ。というわけで彼を呼ぼう。ポッケくん、ポッケくん。はい、室長。何かいい方法はないか。はい、分析します。わかりました。早いな。それには同色等間隔レイアウト法が最適かと思います。うん、それはインテリアの色味を合わせて等間隔に並べるんです。それだけでかなり整理された印象に見えます。確かに3色くらいの色味にするとまとまりやすいという報告も上がっています。いい情報だ。あとキャラものや柄ものは視覚的にうるさいのでなるべくなくした方がいいでしょう。なるほどな。しかしお土産でもらったものなんかもあるからな、ああいうものはなかなか捨てづらい。それなら大丈夫です。捨ててください。いいのか。はい、逆にずっと取っておかれた方が気持ち悪いです。そういうものなのか。そういうものです。いや、それ君の個人的な意見だよね。しかしいい意見だ。いいんですか。うん、いいぞ。え、でも僕ら研究員はもっと客観的事実に基づいた発言をした方が。彼はいいんだ。なぜ、なんか室長、彼に対して少し甘いような。黙るんだ、くるり君。あともうちょっとでベッドなのに。ん、あ、舞ちゃん。んと風邪ひくよ、ちゃんとベッドで寝ないと。ん、だって舞ちゃんが綺麗にしてくれた床が気持ちよすぎて。ありがとうね。おかげでどこでも眠れるよ。いや、そういうつもりで綺麗にしてるわけじゃないんだけどな。あ、ずっと聞きたかったんだけどさ、舞ちゃんっていつからこんな変態になったの。正確には捨て変態ね。そこ抜けるとだいぶ意味変わってきちゃうから。あ、ごめんごめん。でもその話本当に知りたい。え？そうなんだ。そう遠くない昔、うちは今の何にもない家とは真逆の、とんでもなく物が多く、とんでもなく散らかった家だった。その名もお屋敷。そしてそこに巣くう生き物たち、それが筋金入りお屋敷中に。でも当時の私はそんなことどうでもよかった。だって恋をしていたから。初めての彼、大好きな彼。あ、じゃあせーので一緒に行けよ。せーの。でも切ってないじゃん、けんちゃんのバカ。
捨て変態の今では考えられないことだが、当時の私は彼に関する全てのものを記念に取っておいていた。彼からもらった変なお土産、デートで一緒に行った場所のチケット、撮りまくったたくさんの写真。今日はケンちゃんのこと考えすぎてテストの答案用紙にケンちゃんの名前書いちゃいました。もう伊能忠敬とケンちゃんを間違えるなんて、まいのばか。もしもしケンちゃん。だが別れは突然やってくる。そしたらね、クミがね、私、あのさ、俺たち別れよっか。え、なんで。いや、なんでとかそういうんじゃなくて。いや誰にも見せられない。なんだこの部屋。荒らされてんな。自殺を装った殺人の可能性も視野に入れとかねえとな。違うんです、荒らされてたわけじゃなくて、もともとこんな部屋だったんです。もともと。バカな、17歳の女の子がこんな汚い部屋に。すいません。すいませんって、じゃあやってあげればいいじゃん。おばあちゃんも、あんな、こんな部屋じゃ死ねない。まずは見られちゃまずいもの全部処分しなきゃ。こうして私は17歳にして生前整理を始めたのだった。バイバイ。バイバイ。悲しいはずなのに気持ちいい。もしかして捨てるって気持ちいいことなの。女心と秋の空とはよく言ったもので、失恋によって捨ての快感に目覚め、私は捨ての虜になってしまった。そしてあることに気づいた。狭、この部屋狭すぎ。今まで物が多すぎて気づかなかったのだが、私の部屋は今は亡きご先祖様の荷物で埋め尽くされていた。うわ、あ、何この汚いタンス、ダッサ。こんなもんいらないじゃん。わ、おばあちゃんに言って何とかしてもらおう。 Be quiet。 なんだい、さっきからバタ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 騒がしい。え、ちょっとあんた何やってんの。何やってんの。おばあちゃんちょうどよかった。このさ、汚いダンスさ、もう捨てた方がさ。シャーラップ。え、犬にこと書いて立派なご先祖様の立派な立派な先代ダンスを汚いだってねえ。本当に今の若い人は何でも捨てたがる。物のありがたみが分かってないのね。ここにあるものは全て
立派なご先祖様が使われていたとっても立派な品々なの。子供のあなたには分からないでしょうけど、絶対に捨ててはいけないものなのよ。でもなんかいろいろと捨ててるみたいだけど、まさか私のもの手をつけてないでしょうね。そんなことしてごらんなさい。ハマ、捨ての快感に目覚めた途端壁にぶち当たって挫折したんだけどね。おばあちゃん今以上に怖かったし。でも、ストーン君には言いづらいんだけど、あの失恋があったから今の私があるっていうか、こうして変態になって、アス変態になって素敵な旦那様とも出会えて、つとむくん？なんか最近さ、私も前に感化されていらないもの処分するようにしててさ。へえ、そうなんですか。でもこれがやってみると案外難しくて、確実にいらないものならすぐに捨てられるんだけど、微妙なラインのものってのが結構あるんだよね。じゃああれやってみればいいじゃないですか。あれ？ほら、こないだ舞さんが言ってた一旦距離を置いてみるってやつ。ああ、あの一旦目に見えないところにしまってみるってやつね。それで思い出さなかったり必要なさそうだったりしたら捨てちゃうってことですよね。そうそう、あれは確かにいいかも。まあでもそういうものって大体いらないものなんですけどね。そうなのかな。男女の中と一緒ですよ。え、だって一旦距離を置こうってなった時点でそれもう終わりでしょ。いや、それとこれとは、人間関係はそんなに単純じゃないからね。じゃあそれで復活したことありますか。まあないけど。ほら、でもさ、そういうのって距離を置こうって言う方か言われる方かでまた気持ちが違うよね。確かにそうですね。え、菊池さんはどっちですか。まあどちらかといえば言われる方。やっぱり、まあ、言われる側は切ないですよね。いや、私はちょっと言われたことないんで、そっち側の気持ち味わったことないからな。へえ。でもそっか、物って常に言われる側だから、そうやって考えてみるとちょっとかわいそうですね。まあ、とはいえそうやって言われるそのものの側にも原因はあるわけだし、そこは心を鬼にして捨てるべきだと思いますよ。なんだろう、なんか私が捨てられるもの扱いされてるみたいでちょっと気悪いんだけど。そんな被害妄想ですよ。だって人間と物とじゃもう全然違う話じゃないですか。いや、あんたがつい今しがた同じだって豪語してたんだけど。おいしい。これ菊池さん食べます？大丈夫。筋金入りの片付けられない一家に育ちながらもいろいろあって捨てたい病を発症させた私は、自分の部屋だけでもと
大量のものを捨て毎日片付けに励んでいたのですが、私のその捨てに対する執着は誤解を生んだようで。マイ！マイ！マイ！あんた、私の歯ブラシ捨てたでしょ。捨ててないよ、歯ブラシなんて。いや、捨てたに決まってる。まったくあんた何でもかんでも捨てるんだから。それから、まだ使ってない豚毛の歯ブラシ、あれも捨てたでしょ。捨ててないって。捨てた。捨ててない、捨ててない、捨ててない。捨てた、捨てた、捨てた、捨ててない。マイ、ウェイウェイ。おかえり。ねえ、お母さん。マイ、この上に置いてた雑誌捨てたでしょ。捨ててないよ。そんなとこにあったことすら知らないし。だって今朝この辺りでガサガサしてたじゃない。きっとそうだ。全く何でもかんでも捨てて。だから捨ててないって。お願いだからもう何でもかんでも捨てないで。 Don't throw that way。 だからいいな。その誤解はさらなる誤解を生み、ちょっと前、私の保険証どこやったんだい？え？あんたまさか、私の通帳捨てた？え？なんだいそのちゃんちゃん子。スキノワグマかい。さらに誤解はエスカレートして。ただいま。あんた、私の免許証捨てたでしょ。家の鍵捨てたでしょ。もう二人とも何でもかんでもなくしたものを私のせいにするのやめてよ。あんたしかいないじゃん。そうよ、あんたが捨てたんでしょ。自分でなくしたんでしょ。なくしてないわよ。とまあ、物をなくしがちな家族との壮絶な日々を耐え忍び、こちら風通しも日当たりも文句なし、新婚さんにはおすすめになっていますよ。ねえ、ここよくない？崖もおしゃれだし、部屋も広いし。ねっと、うん、舞ちゃんの好きなようにしてくれたら僕はそれでいいよ。ああ、ようやく平和な日々が訪れる。そう思うと心が躍った。つとむくんとの結婚が決まり、やっと長年住んでいたお屋敷を脱出して部屋作りを一からスタートできると思ってた。イエイ。そんな時だった。東日本大震災が起こり、長年住んでいた我が家は二度と住めないほど大きく崩れてしまったのだ。こんな家、一刻も早くおさらばしたいと思っていたことを、これほど後悔したことはなかった。ガソリン不足で引っ越し業者が動けず、せっかく借りた新居に入ることもできず、必要最低限のものだけを手で運び出して、私たちは母が見つけてきた近所のアパートへ。はい、これが最後です。ありがとうね、ふくん手伝ってくれて。いえいえ。これで必要なものはなんとか。あ、そっか。今までの10分の1にも満たない荷物を見て、母がぽつりとつぶやいた一言を私は決して忘れない。本当に必要なものってこれだけなんだね。お母さん。え、本気で言ってるの、つともくん？うん、だってもう住めないじゃないですか、あの家。でもあなたたち新婚じゃない。そうよ、
私たちに気使うことないのよ。いえいえ、そういうわけじゃなくて、ずっと考えてたんですけど、いずれ建て替えるなら早い方がいいし、新しく建てて4人で住みましょうよ。皆さんが良ければですけど。なんとつとむくんが家の建て替えを提案してくれたのだ。いやー、しかしこうしていられるのも全部つとむくんのおかげだよ。いやいや、僕も田舎で育ったし、賑やかな方が好きだからさ。本当ありがとう。すんなり来た道のりじゃなかったけど、昔の荷物もほとんど捨てて、私も晴れて捨て変態になって、こうして何にもないうちに住めて。だからとりあえず踊ろう。え、なんで？うん、もうせーの。はい。はい、待って。もう回る。本当はまだまだ茨の道がたくさんあったのですが、それはまたの機会に。まずその気持ちを捨ててみる。立った。ポケが立った。まいちゃん、ポケ立ったよ。立ったよ今。立ったの？言ってることとやってることが矛盾してるんだよ。楽しかったよ、マイ。私たちしばらく距離を置きましょう。私のうちには何にもない。第3回変態の家族 BS プレミアム、20日夜10時30分。さよなら。もう Y にした方がいいかな。何のこと？僕らのことだよ。え？何？言ってる意味が分からない。だから僕たちはもう潮時じゃないかって。なんで？なんで急にそんなこと言うの？急じゃないさ、もうずっと考えてたんだよ。最近あんまり構ってくれないしさ。そんなことない。こないだだって一緒に出かけたじゃん。いつの話さ？先月。あれってもう先月？そうだよ、先月だったよ。その間舞はあいつのことに無知だったんじゃないか。私ですか？そんな、たまたまあの日履いてたスカートには彼の方が合ってたっていうか。そうですよ、舞さんは私が新入りだから気にかけてくれてるだけで。そうなの、そうなのよ。ごめんね、あなたに寂しい思いをさせちゃったみたいで。まあそういうことなら、これからもあなたのこと大事にするから。私
気持ちいいね。そうね、デート日和だね。うんね。そうですよ、舞さんは私が新入りだから気にかけてくれてるだけで。どうしたんだい舞。あ、ううん、なんでもない。私どうして急にあの子のことを。今日は楽しかったよ舞。私も楽しかった。ありがとう。どうしたんですか、舞さん。ううん、ちょっとあなたの顔が見たかっただけ。嬉しいですよ。私も舞さんの顔が見たかったです。もうやだ。どうしたの、ため息なんかついて。なんか、うん、最近自分の気持ちが分からなくて、あの子と初めて会った時あんなに胸がときめいたのに、買う前もドキドキワクワクして、なのに今は。ああ、カバンの話。まあ、あるのが当たり前になっちゃったってことなんじゃない。そうなのかな。倦怠期みたいなもんだね。倦怠期、そういう時は思い切って距離を取ってみるのもありって言うよね。距離か。わい、ちょっと待ってくれ。どういうことだよ。僕を捨てる気なの。私たちしばらく距離を置きましょう。距離を置く、ちょっと意味わからない、その日本語。距離を置いてお互いの気持ちを見極めたいの。あいつか。やっぱりあいつのせいなのか。あいつが来た時から嫌な予感してたんだよ。なんか若干僕とキャラも被ってるし。あの子は関係ない。これは私とあなたの問題なの。舞、ちょっと待ってくれ。あの悪いところがあったら直すから。まあ構わんだから、実際自分で直すのが難しい。ちょっと舞。ヘイ舞。許して賭けだった。しばらく会わないことで、あの子への愛がよみがえるのか、もう二度と話さないって思えるのか。でも思えなかったら、その時は。今までありがとう。前もあなたのこと大好きだった。手に持った感触も裏の縫い目も全部好きだった。でもこれからはあなたなしで頑張ってみる。僕もさ、去る者は追えない主義だから。まあ厳密には追えないんだけどね。あなただったらまた絶対に愛してくれる人が見つかるよ。 Thank you。 さよなら。ではこの金額でいかがでしょうか。え、はい、ありがとうございます。しかし随分綺麗に使われてたんですね。そうですか。お手入れするの好きなんで。舞さん、もしかして泣いてますか。いい、大丈夫。あ、売ったんだ。それが大切に使ってたおかげで結構いい値で売れたの。
そういうところはあっさりしてるよね。ここは物欲にまみれた現代社会でいかに物を減らし快適に暮らせるかを日夜研究している秘密機関 NNL。 室長室長、どうしたくるりくん。また捨てられない人たちに関する報告が上がってきました。どんな報告だ。はい、片付けるために収納ボックスを買ったけど場所を取り、結果的に部屋が狭くなって困っているという人が結構いるそうなんです。いい解決法はありませんか。それごと捨ててしまえばいいんじゃないか。いや、まあそれ言ったら終わりなんで、他の方法はありませんか。まあ私には皆目見当もつかんが、彼ならわかるだろう。ポッケ君、ポッケ君。はい室長。話は聞いていたか。はい、聞いていました。では何かいい方法はないか。分析します。わかりました。早い、どんどん早くなるな。優秀だ、優秀すぎるぞ君の方は。方って、それには一つ二役使い回し法が最適かと思います。ん、なんだそれは。収納ボックスを収納にだけ使わないということです。例えば。例えば収納ボックスを選ぶ際に別の用途にも使えそうなものを選んでみるんです。もちろんこれもこのまま使えばただの収納ですが、その上に座布団を乗せるとどうでしょう。なんと。これなら一つ二役を兼ねているので、その分スペースを有効活用できますよね。目から鱗のアイデアだな。つまり物を選ぶ際に一つ二役のものや別のことに使い回せるものをなるべく意識して選ぶことで、結果的に物が減らせるってことだね。素晴らしい。でこれは一体収納と何を兼ねているんだ。ご覧の通り収納と椅子です。あ、本当だ。そこは分かってなかったんですね。この方法は他にもいろんな場面で応用できます。例えばポッケ君にくるり君の仕事の分も一人二役でこなしてもらえば、くるり君は減らせるってことだな。いや、そこは応用しちゃダメなとこでしょう。要はそういうことです。そういうことですじゃないよ君も。お、コメント来てる。何何。まいさん、いつもブログ楽しみにしてます。あざっす。お部屋とっても素敵ですね。いやいや、それほどでも。ご家族もきっとみんな綺麗好きなんでしょうね。今更だけど、我が家は私と夫のつとむくん、私の母、祖母の4人で暮らしている。あと母が拾ってきたくるりとポッケ。こっちがくるりで、こっちがポッケ。やっぱりポニーテールが一番よね。ああ、サニーサイドアップ。そうそうそう、サニーサイドアップ。当時の女性としてはかなり学があり、現役時代は東京の大学で教鞭を取っていた祖母であったが、たまにこういう天然を発揮する。よくわかったわね、つとむくん。にしか会ってないのにね。え、なんか言った。ううん、なんでもない。僕は両面パリッと焼いたのも好きですけどね。あ、そっか。それはそんな素敵な休日の朝のはずだった。サニーサイドアップ、サニーサイドアップ。ボケ予防にココナッツオイルが効く。しかも痩せる。 Really? はあ？オイルってことは油だろ。え、油で痩せるってどういうこと？ん？油で痩せる。あと2ミリ右か。あー、素敵、素敵すぎる。おばあちゃん、おばあちゃん。 What's wrong? 今取り込み中。取り込み中？何に？置きっぱなしの新聞どうすんの？あ？新聞
どうすんの。ムシ、どうしたの。まえちゃん、ごめん、今取り込み中。おばあちゃん、はいよ。おばあちゃん、我が家の無法地帯、相変わらずカオス。ちょ、何よ、ここからがいいとこなんだから。お取り込み中ごめんなさいね。これ置きっぱなしだったから。あ、ソーリー。そうだったそうだった、ココナッツオイルのことを調べるんでここに来たんだった。何でもね、油で痩せるらしいのよ。知ってたあんた。わお、インクレーティブル。ちょっと見なさいよね。やばい、長くなりそうだ。ちょっと見てごらん、見てごらん。こりゃ長生きするわ。やだ、これ欲しかったのよね、ホームベーカリー。お餅もつけるんですね、これ。何これ、すごいわね。ほんの数分前まで綺麗だったのに、何をどうやったらこんなことに。あら、あら、これいいやね。え、何ですか。とまあ、我が家は私以外片付けがからっきしダメっていうか、散らかしの天才ばかりなのです。思ったより高くないですね。あー、どうしよっかな。こういう場合普通聞かない、どうしたんですかって。あ、ごめんなさい。いや、なんか、別にいいかなって思って。なんでだ。え、どうしたんですか。もうすごい話す気失せた。いや、教えてくださいよ、聞きたいです。嘘つけ。いや、本当です、本当です。いや、まあ、ただネットで欲しい靴見つけたんだけど、どうしようかなと思って。それは高いんですか。いや、そうでもないんだけど、私も最近前に影響され気味で、あんまり物増やさないようにしてるんだよね。へえ。あ、じゃあ、あれやってみたらいいじゃないですか。あれ、ほら、あの1個買ったら1個捨てるってやつ。あのね、結構いい方法じゃないですか。まあ結果的に物は増えないしね。え、でもあんたできる。いや、無理ですね。だよね。使わなくても嫌いじゃなかったらとりあえずキープしておきたいよね。わかります。いや、私もこの間男の人に告白されたんですけど、いや、まあ嫌いではなかったからとりあえず断らずにふわーっとさせてますもん。いや、それはふわーっとさせちゃダメでしょ。まあ別に好きってわけでもないんですけどね。なおのことね。そしてなんでその話とさっきの話を同じカテゴリーにしちゃったの。え、違いました。全然違うでしょ。さっきは新しいものを買った時に代わりに他のものを捨てられるかって話をしてたんだから。そっか。つまり男女の中に置き換えるならば。なんで置き換えるの。その方が分かりやすいかなと思って。分かりづらくない。まあ新しい彼氏ができた時にそれまで付き合っていた彼氏と別れられるかっていうことですかね。まあ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 、そういうことになるのかな。普通のことだけど。いや、それはちょっと難しいですね。難しくないでしょ。いや、できれば1ヶ月くらいは重複させておきたいですよね。いや、できればですよ。念のために必須じゃないですから。そんな必須条件出してくる彼女やだわ。Hi everybody, I'm Hatsuko. My granddaughter Mai isn't she different? I have no idea why she became how she is now. I'm thinking that her mother spoiled her too much is the reason.Well. あ、ごめんなさいね。自信分読んでたから
つい英語で話しちゃったりしてドキドキ癖が出ちゃうのよ。昔ちょっとばかり留学してたもんだからまあ自慢じゃないけど、戦後間もない時代に女性としてしかもフォーライトの奨学金をもらって留学してたなんて、ほんの一握りで。おばあちゃん。いやもうすぐ晩ご飯だから。 I see。 あとこれ置きっぱなしだったよ。 I see。 っていうかおばあちゃん、ほんとよくこんな環境で勉強したり本読んだりできるよね。なんだよ嫌味かい。いやいや、むしろ感心してるんだよ。私だったら絶対気が散っちゃって仕事なんかできないからさ。知ってる？天才と呼ばれてる人間の机はみんな散らかってたの。アインシュタインもジョブスも、まあ別に私は彼らと一緒だって言ってるんじゃないんだけど、戦後間もなく女性としてフォールライトの奨学金で留学してた私ほどになると、ああそうなんだ、じゃあ早く来てね。こういうふうに、ここもこういうふうになっちゃう。最近の子は人の話を最後まで聞きゃしない。ねえねえ知ってる？タラバガニってカニじゃなくてヤドカリらしいよ。え？クモじゃないの？え？クモ。クモ？クモじゃないよ。これ知ってる？ナマケモノって背中に毛が生えてるらしいです。毛？嘘。そう。ナマケすぎちゃって。動かないから。あ、ねえねえねえ知ってる、うん、犬ってね、猫舌なんだよ。うっそ。ちょっと誰か、えそこに置いといたプリンの容器知らない？えプリン、うん、ん、あ、捨てた。 Why って、だってゴミでしょあれ。取っておいたんだよ。え、何のために？小鳥に餌をあげるために。小鳥？たく、あんたって子は自分のいらないものはすぐに捨てるんだから。いや、あれは捨てるって。てか言ってよそういうことなら。あんなに綺麗に洗って置いといたんだから、まずは必要なものだって考えるのが筋ってもんだろう。いや、綺麗かろうが汚れてようが私にとってはいらないものだったんだからしょうがないじゃん。あのね、大体あんたもったいないって気持ちはないのか。物がない時代には捨てようにも捨てるものがなかった。そんな中昔の人たちはいろんなものを集めて再利用してきたの。それなのにあんたたち恵まれた時代に生まれた子は次から次へと物が手に入るものだから、物のありがたみもろくに考えない。何でも全部捨てちまう。今のあんたをご先祖様が見たらなんて言うだろうね。ああ、ハウサーズ。What a waste。なに？言いたいことがあるなら言ってごらんさい。でも、使わないのに取っとく方がよっぽどもったいないんじゃないの？どうせさ、あの容器だって結局使わないんでしょ。な、まあ、舞ちゃん、その辺に。いや、この際だから言わせてもらう。おばあちゃんは何だってそうなんだよ。ご先祖様の着物だってそう、大切にするのとただ取っておくのは違うんだよ。手入れもしないでほったらかしにしておくことって、それこそ捨てるより物に失礼なんじゃないの。おばあちゃんはね言ってることとやってることが矛盾してるんだよ。まあまあ、二人とも今日のところは。おばあちゃん。まあいいや、あんたちょっと言い過ぎよ。んでよ、たまにはこのぐらい言っといた方が。明日になったらケロッとしてるって。そうね。おはようございます。おはよう。おはよう。おはよう。
ばあちゃんおはよう。おはよう。おはようございます。あ、つたむくん、おはよう。あ、おばあちゃんお醤油取って。おばあちゃん聞こえてますか？お醤油取って。行ってきまーす。あ、今晩ね、懇親会でご飯食べてくるから。あ、了解。あ、僕も。今日は同僚と一杯飲んでくるから。あ、そうなんだ。オッケー、行ってきます。行ってらっしゃい。ん？ってことは、はあ、手入れもしないでほったらかしにするのって、それこそ捨てるより物に失礼なんじゃないの？本当に口ばっかり達者になって、あの子には分からないんだよ、こういうものの価値が。ん？あの時、私の大切な者たちも家とともにめちゃくちゃになってしまった。処分？だってさ、全部は持ってこれないし。ダメよ、大事なものがたくさんあるんだから。でもこんな状況でおばあちゃんが取りに行くわけにも。ダメって言ったらダメ。しかし、そうは言ってもどうすることもできず、時間だけが過ぎていったある日。おばあちゃん、取ってきたよ。それはもう着ないけどお気に入りだった服、留学時代に使ってた思い出の品々、今までに書いた論文、それにまつわる資料、本、大好きな父や母の愛用品、私の思い出が詰まったアルバム、すべて私の宝物たちだった。この子一生懸命探してくれたのよ、お母さんの大事なものだけはって。一番捨てろ捨てろと言ってたナイが。ごめんね、湿気でかびちゃってダメになってて、取ってこられないものもあって、ごめんね。おばあちゃん、ご飯できたから。ハンター、どうしてそんなに捨てたいんだい？え？どうしてそんなに物を捨てたいんだいって聞いてんだよ。いや、そんなこと急に聞かれても、ただ無性にっていうか。でもその代わり、私は自分の好きなものしか持たないようにしてる。一度買ったらちゃんと手入れをして、大切に長く使おうと心がけてるよ。おばあちゃんは？え？おばあちゃんはどうしてそんなに捨てたくないの？どうしてだろうね。私にも分かんないよ。なんだそりゃ。なんか捨てたら消えてしまいそうな気がするからかもしれないね。それを思ってた人や作った人の思いまで捨ててしまうような気がするからかもしれないね。そっか。
めんね、プリンの容器捨てちゃって。今度からちゃんと聞くようにする。あと言い過ぎました。私もあんなことでぐちぐち言って悪かったね。あ、小鳥の餌あげようだったらもっとちょうどいいお皿あるよ。そんないいお皿使ったらもったいないじゃない。出た、もったいない。あんたには分からないだろうけどさ。いやだからそれは解釈の違いであって、私は使わない方がよっぽどもったいないと思うんです。まあ、しやし、しまあでもこういうのもこれはこれで悪くはないのかもしれないわね。なくていい。いきなり寝顔で失礼します。つとむです。僕の妻まいちゃんは三度の飯より捨てることが好きな人呼んで捨て変態。おかげでうちはこんなにガラーンとしています。まあでも僕もともと物欲がないので、これはこれで結構気に入ってはいるんですが、そんな僕が今から重大な告白をします。舞ちゃん、起きてたんだ。ちょっといい？うん、どうしたの？うん、ちょっと大事な話があるんだ。何？うん、二人の今後にも大きく影響することなんだけど。え、何？まさか。できちゃったんだよ。できちゃったの？できちゃったんだよ。できちゃったの？欲しいものが。あ、なんだ。なんだって大事なことだよ。だって僕に物欲が芽生えちゃったんだよ。あ、そうだよね。あ、でも初めてだよね、つとむくんが物欲しがるなんて。何が欲しいの？ん？ゲーム。ゲーム？ほんとごめん。買えば？え？いいの？うん、買いなよ。だって僕がゲームを買ったらクリアするまでの間夫婦の会話が減っちゃうよ。ああ、確かに。でも時間決めてやるんだったら別にいいよ。そっか。いやでもさ。え、何？他に何がそんなに気になるの？いや、何より物が増えるのが申し訳なくて。え、いや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 、
たかがソフト1枚でしょ。そこまで私に合わせなくていいよ。いや、違うんだよ。僕も舞ちゃんに影響を受けて何にもない生活に目覚めちゃったから。なんだあ、じゃあ1個増えた分1個捨てれば。え、そしたら増えないでしょ。それは無理だ。え、捨てるのは。なんかごめん。いや、やっぱいらない。え、いいの？うん、僕もこの何にもない家が好きなんだ。つとむきゅん。でも舞ちゃんと違って捨てるのが得意じゃないから。これは？いる。これは？いるかな。本当にいるの？いると思う。あ、これは？これはいらないんじゃない？使ってんの見たことないし。てかそもそも何これ？いる、いるんだよ。なんだろうこれ。本当に捨てられないんだ。だからこれ以上物を増やさないようにしてるんだよ。もうあんな辛い思いはしたくない。あんな思いをするくらいなら僕は物欲なんて。そっか。ちなみに捨て変態で捨てるのが得意な舞ちゃんはああ見えてとっても物欲が強いんです。舞ちゃん、それ欲しいの？ちょっと迷ってて。でもさ、それ買ったら何にもないから遠ざかっちゃうね。そうだね、そうだよね。カゴか。今でも十分あると思うけどな。そうだよね。行こう。だからまあこうやって止めてあげるのも僕なりの愛情かなと思う今日この頃です。舞の旦那さん超いい人だったね。ですね。いや、仏男子とはよく言ったものですよね。旦那さんの捨てられないから新しいものを買わないってすごい発想だよね。あんた無理でしょ。はい、無理です。生口さんは？まあ一度買ったら物は割と大切にする方ではあるよ。そうなんだ。あれですか、彼氏とかとも一度付き合ったら結構長く続いちゃう方ですか？まあ、うん、割とそうかな。すごい。すごいってあんた違うの？いや、なんか私すぐ他の人好きになっちゃうんですよ。隣の男子は青く見える的な。芝生みたいに言うな。でもそうじゃないですか。だってその彼が運命の相手っていう保証はないんだし、だったらより多くの人と出会った上で添い遂げる人を選んだ方が得でしょ。分母が大きくてそんなことはないですよ。なんかさらっと炎上しそうな恋愛感を披露してるけど大丈夫？いや、私間違ってます？いや、間違ってるわけでもないけどね。まあでも大体この話すると男の人は引きますね。だろうね。まあ結局は第一印象なんですよね、人も物も。うん、私はなんかそんな単純なことでもないような気もするけどな。どういうことですか？だって関係って変わるもんじゃん。最初は何とも思ってなくても接してるうちに好きになったりとか、まあ、反対に嫌いになったりとか。大事なことはその人や物に自分がどう向き合っていくかじゃないかなって。だから私は一度出会った人や物とはなるべく長く付き合っていたいって思うんだよね。なんか深いですね。あ、そう？でも今彼氏は？いないね。
ここで少し遡って今から4年前私たちがこの新居に引っ越してきた時のお話では、以上になります。ありがとうございま す。いやー、荷物少ないっすね。一人暮らし以下っすね。あんたもう恐縮です。多分褒められてはいないと思うよ。でもこれから母と祖母が越してくるんで。あー、ですよね。ええー、これからが勝負なんです。あ、いや。もう片付いちゃったね。ん？僕こんなにスムーズな引っ越し初めてだったよ。いや、家を建て替えることに決めて10ヶ月。これでやっとお母さんとおばあちゃんと家族4人で住めるんだね。そう、前にちょっとお話ししたかもしれませんが、私たちは最初から4人家族で暮らしていたわけではなくて、東日本大震災で大きな被害を受けた我が家は住めなくなってしまい、これで必要なものは何とか。本当に必要なものってこれだけなんだね。お母さん、その前の家を解体して建て直すまでの10ヶ月、お母さんとおばあちゃん、私とつとむくんはそれぞれ別のアパートで仮住まいをしていたのです。そして2012年2月この新居が完成。晴れて家族4人で暮らせるようになったのですが、舞ちゃんと二人っきりの新婚生活も嬉しかったけど、これでやっと家族みんなで暮らせるね。え、あれどうしたの舞ちゃん。つとむくん、私怖い。え、だってつとむくんも知ってるでしょ、前の家がどんなだったか。え、これ、うん、そうそう、ああまあ、あんなに物が多くてぐっちゃぐちゃだったから、地震の時だってしばらく水道使えないから水だけは持っていかないと。うん、できれば缶詰も欲しいわね。よし、じゃあ手分けして探そう。水、お、あった。なんだ、甘酒か。甘酒、おばあちゃんのね、きっとこれじゃない。で、また甘酒。あ、って甘酒かい。あ、ありましたか。缶詰あった。だけど缶切りがないわ。あれは大変だったね。あんなに物いっぱいあるのに必要なもの全然出てこなかったもんね。いや、笑い事じゃないって。つとむくんと二人だけの時は全部私の思い通りにさせてくれたし、何もない生活を追求してすっきり暮らせたけど、でもあの二人は私の言うことなんて聞いてくれないんだよ。いらないもの一つ捨てさせてくれないんだよ。そしたら、そしたら、お屋敷開け。大丈夫だよ舞ちゃん。僕らだって舞ちゃんのおかげもあるけど、地震でだいぶ荷物減ってたし、お母さんたちも必要最低限のものだけ持ち出して暮らしてたんだから、たった10ヶ月でそんなに物増えてないって。甘い、甘いよつとむし。え、あの人たちすでにあの時の倍以上荷物増えてんだから。倍以上。終わらない。もう詰めても詰めてもどんどん物が出てくる。なんで。 Are you OK? I'm OK, OK。 これも詰めてちょうだい。ああ、どうしよう。せっかくの新居が、夢にまで見ていた新居が一瞬のうちに散らかってしまったら。お屋敷開け。
け。まいちゃん、まいちゃん、まいちゃん、まいちゃん。大丈夫だよ、僕も協力するし、あそこまでにはならないって。多分。あ、ごめんごめん、今出してあげるから。よいしょ。ほい、新しい家だぞ。よいしょ。はい、そうだった。震災で思い知ったけど、物が多いとそれが凶器になっちゃうんだよ。だからこの子たちのために、そして家族全員のために、私はこの戦に負けるわけにはいかない。え、戦？そう、戦なの。これはこの家が今後どうなるのか、悪夢のお屋敷に逆戻りか、それともいつまでも綺麗で快適な状態で暮らせるのか、その天下分け目のお引っ越しなの。天下分け目のお引っ越し。ストム君、私しばらく鬼になる。舞ちゃん、鬼にならなきゃこの家を、家族を守れない。よいしょ、終わった。頑張ったね、グッチャ。いやでもこんなたくさん前に怒られるかしら。大丈夫よ、向こうは広いんだし、置くとこいっぱいあるんだから。No problem。 そうよね、うん、この時二人はまだ知らなかった。これがただのお引っ越しではない、天下分け目のお引っ越しだということ。何が？え？ここは物欲にまみれた現代社会でいかに物を減らし快適に暮らせるかを日夜研究している秘密機関 NNL。しっちょしっちょ、また捨てられない人たちに関する報告が上がってきました。物を捨てたいんだけど捨て時が分からずに困っているという人が結構いるそうなんです。何かいい方法はありませんか？しっちょ、うん、あ、じゃあ私にも持ち入り巾着と卵を頼む。おっ、おお、なるほどな。え、もしかして今寝てました？いや、完全におでん食べる夢見てたでしょ。うん、だってやることないんだもん。お飾りの役職だし、ほとんどのこと機械がやっちゃうし。あの、開き直らないでください。あと僕らのこと機械っていうのもやめてください。で、どうした？いや、だからそれは後ろのモニターに。うんうん、これは難しい問題だな。よし、彼を呼ぼう。ポッケ君、ポッケ君。はい、室長。というわけで何かいい方法はないか？はい、分析します。わかりました。相変わらずのスピード感だ。これには期間限定遠距離法が有効かと思います。うん、それは捨てるのに迷っているものをある一定の期間隠しておくことで、そのものの必要度を測る方法です。もしその期間そのもののことを一度も考えることがなかったら、必要ないとみなし捨てても困らないものと判断できるわけです。つまりわざと物と距離を置くことで必要性を再確認するということだね。なるほど、確かにあえて持ち入り巾着や卵と距離を置いてみるという選択肢はあるかもしれんな。カロリー高いし。もう頭の中おでんのことでいっぱいですね。大根とこんにゃくに変えれば180キロカロリーほど摂取カロリーを下げられます。そうなのか？すごいね君、そんな分析まで。ええ、最近アップデートしたので。あ、そうなんだ。てかアップデートとかできんの？まあポッケ君だけだがな。はいっぱいだね、お母さんたちの荷物。こうしちゃいられない。どこに何を置くかだけはお母さんたちが来る前に全部決めておかなきゃ。お母さんたち掃除を終えてお昼頃こっち来るって言ってたよ。それまでの勝負ね、先手必勝。いざ。お、それ売ってんの？海ちゃん、やっと我が家に住めるわね。やっぱ新築は綺麗ね。舞、
つとむくん、着いたわよ。あら、いないのかな。買い物でも行ったのかしら。よし、とりあえず箱から出せるもんだけ出して、うん、適当に置いちゃおうかね。そうね。待たれよ。あら、お前どうしたんだい、そんなおっかない顔して。とりあえずで物を置くべからず。え？え？どこに何を置くかはもう全部決まっておりますゆえ、とりあえずで置くべからず。どこに何を置いていいかわからないときは必ず敦樹に相談してください。こら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 、何どうしたのあんた。何最近そういうの流行ってんの。何はともあれ、ひとまずお母さん、おばあちゃん、今日からこの家で一緒に暮らせるようになったこと、私大変嬉しく思っております。それ私も夢のようだよ。だからこそ今度こそみんなで綺麗に快適に暮らしたいと思ってます。大丈夫だよ、こんな新しくて立派な家なんだから、普通に暮らしていれば。ダメ、それじゃダメなの。それじゃすぐに今までのお屋敷に逆戻りしちゃうんだよ。あれはいいの、お昼のワイドショーにこの家が特集されて謎のコメンテーターから好きかって言われる羽目になっても。それは嫌だけど。だしょ。だからまずはルールを作ります。ルール？掃除関係のものはこの棚で、洗濯関係のものはこの棚で。おばあちゃん、ここは共有スペースだからそういうの置かないで。共有スペース？うん、玄関とかリビングとかキッチンとか廊下、ここには自分のものは置かないことにしたいの。自分の部屋は散らかってても何を置いても構わないから、共有スペースだけは極力物を置かないで綺麗にする。はい、というわけで自分のものは自分の部屋に持って行ってください。はい、じゃあちょっとお願いしますね。つとむくん、おばあちゃんの荷物一緒に運んでくれる？はい。なんだか前怖いわね、いろんな意味で。はい、アグリ。すみません、本人は頑張ってるので、うん、じゃあやりますか。すみません。ね、じゃあここに。あ、ここで、はい、ありがとう。じゃあ次。すみません。よし、これで全部と。あ、ちなみに僕は部屋ありません。部屋あった方がいいよって言われたんだけど。自分のお部屋なんかあったら片付けないとダメでしょ。めんどくさいんです。自慢じゃありませんが、僕どこでもくつろげる体質なので、だったらお部屋なんかない方が楽かなって。というわけで僕のスペースはここだけ、荷物もこれで全部です。皆さんお疲れ様ですと。しつこいようですが、くれぐれも共有スペースには自分のものを置きっぱなしにしないようにお願いします。はい。それはわかるんだけど、忘れてちょっと置くときだって。いいや。はい、いい質問。だから共有スペースの掃除や片付けは私が担当します。あんた一人でいいのかい。この家でそういうの一番得意なの私なので。まあそれならね、うん、よし、これでこの家の掃除&片付けの権利ゲット。なのでその日の終わりに置き忘れたなというものは私が回収して各々の部屋に届けに行きます。おばあちゃん、これ置き忘れ。お、そう。はい、お母さん、はい、これ。あら、やだ。ごめんなさい。あ、あと個人のものじゃないものは定期的にいるかいらないかチェックして、いらないものはなるべく捨てます。いる、いらない、いる、いらない、
いらない。でもやっぱり棚が欲しいわね。いらない。収納いっぱいある。ポットはいるわね。いらない。夜間で沸かせる。コーヒーメーカー。いらない。たまにしか使わない。いいじゃない。置ける場所はいっぱいあるんだから。置けるから置くは禁止にさせていただきます。ん？ねえねえ知ってる？ん？ペンギンってね、うん、大昔は空飛べたらしいよ。え、本当に？じゃあ私自分の部屋に戻るわね、うん、なんかガランとして落ち着かなくて。 Me too。 スカスカして気持ち悪いわ。あ、この本を忘れないようにしなきゃね。誰かさんがうるさいからね。でも僕は舞ちゃん頑張ってると思うよ、うん、ちょっと荒療治かもしれないけどいつかきっと分かってくれるはずなの。片付けが苦手な人ほど物が少ない方が楽だって。あーそこもちょっと強く。はい。痛い。あ、お母さん、ん？どこ行くの？ちょっと来て買いに。いつもいっぱい買ってあるんだけど、どこにしまったか分かんなくなっちゃったのよ。それだったらこっち。え？手紙や切手関係はここに入ってるってバイが。ああ、そうね。よかった。買わないで済んだわ。あ、私ね毛玉取り機探してたんだよね。あ、それなら確かこっちよ。え？ほら、お手入れ関係は全部ここの棚だって前が。まあすっきりして、まあ見つけやすくはなったわね。まあまあ楽っちゃ楽よね。まあまあまあ、まあ、前にはシークレットだけどね。だよね。なってきた。そう、物が少なく定位置がはっきりしたことで、あれほど置きっぱなしが多かった家族がちゃんと物をしまってくれるようになったのです。そして、はーい、はい、これ。あー、ごめん。何やってんの？片付け。なんかリビングとの差が気になっちゃって。あ、いや、自分のものだけだったらまあ。そんなに片付けが苦手だった家族たちが率先して片付けをするようになったのです。オーマイガーッ、もう私が片付けようとするとどうしてこうやって散らかるのかしら。もう本当に、あれ、ほらこれ私のアメリカ時代の写真だわ。懐かしいわ。ある月の真下、黒い猫は伸びている。目の中の爪と三つ目の息を入れている。黒くて暗い秘密の道。まあおばあちゃんだけは
まだまだ時間がかかりそうだけど。何にもない第5回仙台タンスカムバック BS プレミアム3月5日夜10時30分突然ですが私ネクラなんです。友達少ない、運動嫌い、外にもあまり出かけないインドア派、食にもそこまで興味なし、お酒も飲まない。そんな私にもついに趣味ができたんです。その名も妄想ショッピング。え、それってネットとかで欲しいものを探して想像で買って満足するってこと？切ないって思ったそこのあなた、妄想ショッピングとは自分のクローゼットをお店に見立ててもう一度買い物を楽しむという、あなた方の想像の斜め上を行く、さらに地味な遊びなんです。体がうずき出してしまう。わあ、こんなところにこんな素敵なお店があったの？いらっしゃいませ。それもそのはず、だってここには私の大好きなものしか置いてないんだもん。セレクトにセレクトを重ねたマイセレクトショップ。だからこれいい、それいい、あれもいい、かわいい、黄色いい、着心地いい、なんだな。もう迷っちゃって、マイ、てんてこマイ。つまりこれはお店で目にした時の感動を再び味わおうという強靭な精神がなせるとってもエコな遊びなんです。なるほどなるほど。なおかつこのように客の目線で一点一点商品を再チェックもできるのです。じゃあこれいただきます。ありがとうございました。こんにちは、また寄らせてもらいました。いらっしゃいませ。さーて今日はどれにしようかな。とまあこんな風に改めて買いたいって思うものをどんどん並べていくと、この子が残っちゃったのね。当然優先順位が低いものが残るというわけです。なるほどね。そんなこんなで妄想ショッピングおしまいと見せかけて、わー、こんなところにこんな素敵なお店があったの。いらっしゃいませ。あれ、なんかさっき同じシーン見た気がする。
怖いな怖いなと思った方大丈夫です、デジャブじゃありませんよ。なんとここに並べられた選ばれし者たちをクローゼットに戻すためにもう一度あのショッピングをするんです。え、彼女は暇なのって？ちょっと待って、そんなこと言わないで。私この妄想のためなら寝る間を惜しんでも構わない。物と私の大事な語らい、あなたと私のハーモニー。今度はこれいただきます。ありがとうございました。まあこんな感じでもう一度買いたいって思うものから選んで戻していくと、やっぱりこれか。確かにちょっと肩が狭いっていうか着心地が今一つなんだよね。そう、最後まで売れ残るものには理由があるんです。でも形が綺麗なんだよな。ただもう一度買うかって聞かれたら、だけど一度は愛したものだから簡単には割り切れない。でもね、本当でも悩んでるってことはいらないってことなの。ありがとう。さよならの代わりにありがとう。埋もれて見えなかった本当はいらないものがふるいにかけられて見えてくる妄想ショッピング、皆さんも一度お試しになってはいかがですか。何してるのあんた、こんな夜中に一人で。いや、ここは物欲にまみれた現代社会でいかに物を減らし快適に暮らせるかを日夜研究している秘密機関 NNL。 室長室長、どうしたくるりくん。また捨てられない人たちに関する報告が上がってきました。どんな報告だ。片付けても片付けてもまたすぐに散らかってしまい困っているという人が結構増えているそうなんです。何かいい対策法はありませんか。ここに来てかなり根本的な報告だな。こればっかりは頑張りなさいとしか言いようがないのではないか。まあ僕もそう思ったんですが、一応それっぽい対策法を提案しとかないと来期の補助金的なものが減らされたりするので。それは困るな。よし、彼を呼ぼう。ポッケくん、ポッケくん。はい室長。何かいい対策法はないか。それにはもっと広く情報を開示し、我々の研究の社会的文化的価値をアピールする必要があるかと思います。また地域との関係性もより一層強化することで。いや、ガチの補助金対策じゃなくて片付けられない人対策の方ね。あ、失礼しました。すごいな君は、何でも分析できるんだな。まあ所詮それしか特技がないものですから。なんかムカつくな。では分析し直します。わかりました。それには物的所在地確定法が有効かと思います。うん、それはわかりやすく言えば物にそれぞれ住所を決めてあげるということです。そして使い終わったらその住所の場所に戻すということを心がけるだけで散らかるのを未然に防ぐことができるのです。なるほど、いい方法だ。まあ一見なんてことないことのようだけど意外とやってないよね。そういうことは多いな。結局何気ないことを積み重ねていった先に本当の
何にもない生活が待っているのかもしれんな。そうですね。何にもないって簡単なようで本当はとても難しいことなのかもしれませんね。その通り。それを肝に銘じて我々も頑張っていこう。はい。なんか最終回っぽくまとめてますけど、あと1回残ってますからね。な、嘘でしょ。ソープにもボディーソープにも食器洗いにも髪洗うのにもこれさえあれば全部使えるの。これさえあればあれこれ買わなくていいのね。すごくない？へえ、便利だね。ね、あー、いい、超すっきりしてるね。見て、ソモくん、すごくない？うん、いいよね。いいね。いいね。あ、いい。これない方が磨きやすい？でも備え付けのものだしな。よし、捨てよう。なんかすっきりした。備え付けのものだから捨てちゃダメっていう固定観念をまず捨てることだな。くん、お母さんたち今伊豆なんだって。え、伊豆？ほら、わ、仲いいね、二人で旅行なんて。うん、そうだね。あ、舞ちゃんもお風呂入ったら？まだいいや。じゃあお母さんに声かけてくるよ。うん、ありがとう。ん？これお母さんのだ。もうなんでこんなところに。あ、ん？どうしたの？いや、声かけようとしたらなんか。そいやお母さん何やってんの？大丈夫ですか？大丈夫よ。お母さん本当に何にも。何のよ。隠すつもりはなかったんだけど、なんかちょっと怖くて。怖い？え？私？なんで？え、だって私自分の部屋には好きなもの置いていいっていつも言ってるじゃん。そりゃそうなんだけど、あんなもの買って続かなかったらまた余計なもの買ってって怒られるんじゃないかって。ちなみにあれ買ったのいつなんですか？1年前。1年前？そんな前から？でも初めて見たよ。だから使ってない時は隠してたのよ。もう言ってよ。なんか隠されてた方が逆にショックだわ。ごめん。あ、いや、私の方こそごめん。今後はそういう空気感にも気をつける。だから言ってね。あ、ごめんね、私がいけないの。本当ごめん。いやいや、私がいけないんだって。ごめんごめん。いや、本当に私もそう。まあまあ、なんか僕もすいません。いやいや、もっと早く気づいてあげられれば。いや、本当、私がいけない。ごめん。いやいや、私が悪いんだ。いや、私なの。私がいけない。いや、私がいけない。私がいけない。ねえ、私ってそんなかな。そんなって？1年も買ったもの隠さなきゃいけないぐらいだった？いや、つとむくんは？え？
つとむくんはそういうのないの？僕は別に。あ、これは、これを使わせてほしいんだ。舞ちゃんの用意してくれたあの万能系のシャンプーに不満があるわけじゃないんだ。でも最近ちょっとほら、うち父親がさ、ああ、まあそれでもいいと思うけどな。私、舞ちゃんとはいえ、うちを後悔のないようにベストは尽くしたいんだよ。くん、でもお風呂場には置かない。お風呂のたびに持っていて、終わったらまた持って帰る。だからダメかな？ダメなわけないじゃん。てか置けなよ、どんどん置いていいよ。いや置かない。言ったでしょ、僕も何にもない方が好きなんだって。ストーキュー。翌日から早速つとむくんはシャンプーを持ってお風呂に行くように。よし、そして実はみんな使ってみたいシャンプーやらソープやらがあったみたいで。あ、いいお湯だった。別にシャンプーお風呂場に置いてもいいんだよ。うん、いいのいいの。すっきりしたお風呂の方が気持ちいいし、なんかこっちの方が銭湯みたいで楽しいじゃない。そうなんですよね、これ結構楽しいんですよね。ね銭湯か。なんかさ、最近さ流行ってるみたいだね、前みたいに最小限のものたちで生活するのって。あ、みたいですね。ミニマリストっていうらしいですよ。私もやってみようかな。いいと思います。いや別に流行ってるからってわけじゃないよ。なんかこういう機会に自分の持ち物を見直してみるのもいいっていうか、そうすることで違う自分を発見できるチャンスかもって思ったっていうか、うん、何にしろ部屋は綺麗に越したことないし。どうしたんですか急に。誰に弁解してるんですか。いや、なんとなく。でもその最小限のものってどうやって選ぶんですか。そこだよね。前はキャリーバッグ一つだけ持って旅に出るとしたらって考えて選ぶって言ってたけどね。言ってましたね。ある意味究極の選択だよね。菊池さんは何持っていきますか。そうだな、そう言われると意外とないんだよね。別に何日分かの着替えさえあればそれでいいかなって。あんたは。私ですか。なんだろうな、車かな。いきなりルール無視だね。あ、でも私免許持ってないので運転してくれる人も欲しいです。旅行だね、それじゃ普通の。あ、鎌倉の方とか行きたいな。日帰り旅行だね完全に。今私たち旅行の話してたんだっけ。あれ、何の話してましたっけ。いやだから必要最小限のものと旅に出るとしたらって話でしょ。そうでしたね。いや、そうやって考えてみると私も別に何も持っていかなくてもいいかもな。あ、そうなの。スマホと日焼け止めがあれば。それは持ってくんだ、うん、でもその代わり本当に好きな人と旅に出たいです。まあ物はまた手に入れられるけど、本当に好きな人とはそう簡単に出会えないじゃないですか。何ここに来てちょっといいこと言ってんの。あ、そうですか。まあでもあんたと旅に出る人は大変そうだね。そんなことないですよ。なんなら
今度一緒に旅に出てみます？全てを捨てて何も持たずにそうやって男を落としてんの？違いますよ。まあそれも悪くないかもな。見ても美しい。この木のぬくもり、隅々まで手の込んだ職人技、はあはあ、私の地味な趣味その2、舞のお気に入り博覧会。静かな昼下がりにこうやってお気に入りのものを並べて眺めるというだけ、私にとって至福の時間。いいね、いいね、色っぽいよ。そう、その表情。そう、もっともっと挑発的に。うん、あんた何やってんの？いや、ちょっと。まあ暇なのは確かね。ちょっと手伝ってちょうだい。いや、暇ってわけじゃないよ。Hey, come on. Hurry up. うん、久しぶりに中まで入ったおばあちゃんの部屋。相変わらずカオス。ここにね、ちょっとスペースを作りたいんだ。スペース？明日ね、仙台タンスが帰ってくんだよ。仙台タンス？あの？あの仙台タンス。あれは私が失恋をきっかけに捨てに目覚めた、まだ高校生の頃だった。仙台！この部屋狭すぎ。当時の私の部屋にはなぜかご先祖様のものが至る所に置かれていて、その一つがこの仙台タンスだった。うわ、何この汚いタンス。ダッサ。 Be quiet。 なんだい、さっきからバタ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 騒がしい。ちょっとあんた何やってんの？何やってんの？おばあちゃん、ちょうどよかった。このさ、汚いダンスさ、もう捨てた方がさ。シャーラシャーラプシャーラ。え、言うにことかい。あの仙台ダンスはご先祖様が買った大層いいものだということは知っていたけれど、一切の手入れがされていないそのダンスからは負のオーラしか感じられず、部屋の掃除をするにも模様替えするにも何をするにも私の行く手を阻むそのダンスが私は大嫌いだったのだ。立派なご先祖様が。そして東日本大震災で被災した家を建て直すことになり、家具はほとんど処分するって話になってたのに。水、あの仙台タンスは処分しないからね。え、だってダメになった家財道具は全部処分するって。あれは別、修理に出します。おばあちゃんのみならず母までそんなことを言い出したのです。でも全然手入れしてなかったからカビだらけだよ。痛みまくってたよ。今さらなんで。シャーラップ。処分なんてできるわけないだろ、大切なものなんだから。でもとにかく修理に出します。そして費用も私が出します。普段は穏やかな分、母がこうなったら絶対止められないんです。じゃあこれ見積もりです。費用はだいたいこれぐらいで2年ぐらいかかります。バカな、バッグがいくつ買えるんだ。まあしょうがないわね、それだけバリアブルなものだもんね。それにしてもあのタンス立派ですね。当時でもかなり高価なものですよ。一つ一つの作りが本当に丁寧で。あ、わかる？さすがね、私の父が買ったものなの。そうよね、やっぱりわかる人にはわかるのよね。うちの孫はさっぱりわからないみたいだけど。最初から大事に使えっつーの。
パードン。別に。まあまあまあ。あの仙台タンス戻ってくるんだ。まあここに置きたいから場所開けたいのよね。場所開ける？あんた得意でしょ。なぜか私がやるとさらに散らかるのよね。It's strange。あの、つかぬことをお聞きしますが、これは捨ててもダメよ。大事なものだから捨てないで。あら、さすがうまいもんだね。ご苦労さん。よし、これはもういいだな。いはい、まあまあご苦労様です。おや、届いたんだね。あ、来ちゃった。大変長らくお待たせいたしました。では。まあ、エクセレント。立派ですね。嘘。これがあの仙台タンス？あの壁臭くて。ボロボロで光沢のかけらもなかった、あの仙台タンス。よかったわね、綺麗。あらら、おばあちゃんとお母さん泣いちゃってる。え、舞ちゃん、こんなに美しいタンスだったとは夢にも思ってなかった。ありがとうございました。すごいです。私あの仙台タンスのことずっと嫌ってて、でもあの姿を見て反省したっていうか、こうやってもう一度会えて本当に良かったです。うちの職人が丁寧に直しましたから、これから100年だって使えますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ごめんなさい、その節はタンスを捨てろなんて言って。あのタンスがあんなに素敵なものだったとは知りませんでした。ない。エグザクトリー、やっとわかったか。まだいたの。もうそろそろ寝るから出てっとくれ。ごめんごめん。ありがとね。え、いつもありがとね、うちをきれいにしてくれて。このタンスも帰ってきた甲斐があるってもんだよ。おばあちゃん、ちょ、何すんのよ。やめてよ。大事にする。このタンスずっとずっと大事にするからね。わかったわかった、だから離れておくれ。やだ、もう気持ち悪いよ。レッツミゴI'm not afraid to die.
より使わぬ方がもったいない。いつも喧嘩ばっかりしてごめんね。あんたは私が死んだら何を残してくれるの。これってすっごい尊い行為だよな。私のうちには何にもない。最終回、心の整理をゆっくりと。 BS プレミアム、12日夜10時30分。時に別れというものは全く予期せずにやってくる。その日、ちょっと体調を崩して入院していた祖母の容態が急に悪化したと病院から連絡が来た。祖母は急性腎炎を併発していて、体中にウイルスが回ってしまってます。薬が効くといいのですが。だがその期待も虚しく、おばあちゃん、一緒に帰ろう。早く良くなって一緒に帰ろうね。おばあちゃん。ない。いつも喧嘩ばっかりしてごめんね。たくさんたくさん心配かけてごめんね。いつも憎まれ口叩いてごめんね。ごめんね。おばあちゃん。おばあちゃん。お母さん。おばあちゃん。お母さん。おばあちゃん。お母さん。起きてよ。お母さん。先週ね、お見舞いに行った時はすっごい元気だったんだよ。早く家へ帰りたいよ。病院は老人ばかりで心機臭くて嫌いだね。ちょっとおばあちゃん。もう嫌。少し休んだ方がいいよ。これからまた忙しくなるから。ありがとう。よかったね、おばあちゃん、うち戻ってこられて。そういえば初めてだね、おばあちゃんと一緒に寝るの。
おばあちゃんを家に連れて帰った直後から訃報を知った人が次々とやってきた。あれは確かお母さんの学校の人だと思う。ああ、今度は誰だろう。あ、僕が。あ、本当ありがとう。誰だろう。おばあちゃんの教え子だと思う。ああ、そっか、そうだね。そうだよ。ちょっと坊ちゃん、ごめん。ねえ、なに、座布団足りなくない？人がなくなるとこんなにお客さん来るなんて知らなかったな。緊張したわ。舞ちゃんが綺麗にしてくれててよかった。ん、確かにこれが前の家だったら。おばあさんに会わせてくださいよ。すいません、聞こえてますか。いますよね。その前におばあちゃん安置する場所もなかったって。そうよね、家に帰らせてあげられないまま葬儀会場に向かうことになったわね、きっと。あ、そうだ、お通夜とお葬式の日時いろんな人に連絡しなきゃだ。そうだ。よいしょっと。よいしょ、ありがとう。よし。自分の知り合いならともかく祖母の交友関係はよく分からず、どこまで連絡すればいいのかも曖昧なままに、闇雲に電話してみたものの。ですか。はい、失礼いたします。あー疲れた。あー、連絡だけで半日以上費やしたような気がする。うん、万が一のために連絡してほしい人のリスト作っておかなきゃだね。うん、でも悲しむ時間がないっていうのはいいことなのかもね。うん、あ、そうそう、葬儀会社の人が棺の中に入れるもの事前に用意しといてくださいって。ああ、なんだろう。そうね、あ、メガネは欲しいだろうな。あと本。ああ、おばあちゃん、漢詩や英詩を読むのが好きだったもんね。Como haces la tortilla? あとスペイン語の勉強もしてたわね。あとメモまでしたよね。新品のノートとペンも入れてあげましょうよ。そう、 あとクロスワード。うん、あとほら、あのジャケットは、あの、なんか大事な仕事の時とかに着てた。行ってくるわ。あれ着てる時のおばあちゃんかっこよかったよね。そうね。こんなもんかしらね。うん、あー、仙台タンスも入れてあげられたらな。確かに。 It's fine。棺の中に入れるもの、亡くなった人の愛着のあったものを残された人が思い出とともに選ぶ。なんかさ、これってすっごい尊い行為だよな。私だったら何を入れてほしいかな。ですよね。そうかも。え、何、どうしたの。いや、今自分だったら何入れてもらおうって話になってたんだけど。ああ、なかなか選べなくて。舞ちゃんだったら簡単なのにって。え、だってあんた何もないのがいいんでしょ。いや、それはさすがにどうなんだろう。え、違うの。まあでもそうだね。
そしてなんとか慌ただしかった葬儀を走り抜け、市役所や銀行での諸々の手続きも片付き、我が家はやっと落ち着きを取り戻してきた。ようやく一段落したわね、うん、ずっとバタバタでしたからね。あんたも疲れたでしょ。まあ慣れないことばっかだったから。ありがとうね、舞。ん？あんたが毎日家をきれいにしてくれたから、もう一度おばあちゃんを連れて帰れたし、駆けつけてくれた人におばあちゃんの顔見てもらえた。前の家だったらとてもじゃないけど無理だったわ。おかげでおばあちゃんに恥ずかしい思いさせなくて済んだもの。そうですね、おばあちゃん嬉しかっただろうな。急におばあちゃんがいなくなった実感がこみ上げてきた。おばあちゃん、バイバイ。ここは物欲にまみれた現代社会でいかに物を減らし快適に暮らせるかを日夜研究している秘密機関 NNL。 室長、室長。どうしたくるり君。また捨てられない人たちに関する報告が上がってきました。どんな報告だ。新しいものが欲しくて古いものを捨ててみたんだけど、正直捨てて後悔するものが結構あるという人が増えているそうなんです。何かいい対策法はありませんか？腹水盆に帰らずというやつだな。よし、こんな時は新型研究ロボの彼を呼ぼう。ポッケ君、ポッケ君。あ、そうだ、ポッケ君は辞めたんだった。辞めた？え、ロボットが辞めるとかありなんですか？なんでも自分探しの旅に出たいとかで。しかもそんな理由で。しかし困ったな、ポッケ君がいないと対策法の分析ができんな。ですね。くるり君はできんのか？まあ自分所詮旧式なんで、そういう機能は。そこをなんとか気合で。いやいや、ロボット相手に精神論解かれても。っていうか、こんな時こそ室長の出番じゃないですか。え？だからこの研究室の室長としてビシッと。え？いや、聞こえてるでしょ。どうしたらいいのか。ちょっと思ったんですけど、今までいつも捨てることを前提にいろんな話をしてきましたけど、あえて捨てないっていうのもあるんじゃないですかね。ん？捨てようと思ったものでも綺麗に磨いてみたらまた愛着が復活することもあるし、あえて捨てないことで新しいものを増やさないって選択肢もあるんじゃないかと思って。くるり君、君いいこと言うじゃないか。あ、どうも。その通りだ。そして私にも君がいる。二人になってしまったが、これからもよろしく頼む。はい、よろしくお願いします。室長、自分探し完了したので戻ってまいりました。ポッケ君、またよろしくお願いします。ああ、よかった。焦った。ああ、こういう終わり方ね。おばあちゃんが亡くなった春が過ぎ、おばあちゃんのいない家で初めての夏を迎えた。そして私たちはおばあちゃんの遺品整理を始めることにした。気をつけて。やっぱベッドがなくなるとだいぶ開くね。遺品整理なんてずっと先の話だと思ってたけど。捨て変態を自称する私でも、遺品整理となると話は別で。うわ、よくこんなボ
ボロボロのケース。これはもう使えないわね。ね、うん、その点おばあちゃんのお気に入りだった仙台タンスはさすが。え、からき？うわ、ご先祖様のものしか入ってないわね。なんで自分の服入れないかね。ボロいプラケースにギッチギチに入れてるのに。大事すぎると使えない人だったから。ご先祖様より自分でしょ。もうおばあちゃん、結構あるね。震災後だいぶ整理したはずだったのに、それでもこんだけ残ってるって、さすがおばあちゃん。捨てることが嫌いな人だったからね。うん。うわ、なんでこんなものまで取っといてんの。何これ。多分全部書けなくなったボールペン。しかも丁寧に輪ゴムで留めてある。ここまでやったら捨てるでしょ普通。そもそも捨てるっていう発想がなかったのかもね。あ、かな、きついなこれ。あ、そう。うわ、なんでこんな詰め込んでんの。もうおばあちゃん、いつか使おうと思って取っといたのね。絶対忘れてたよね。同僚の先生からのお土産とかいただき物ね、きっと。ん、もったいなくて使えなかったのね。せっかくだったら使えばよかったのにね。死んじゃったら使えないじゃんか。そうね。じゃああんた使えないよ。え、お母さん使えないよ。ごめんなさい。やっぱ大事なものはしまい込まないでちゃんと使わないとね。使い惜しみ禁止。あー、ストップ。手帳やノートはちゃんと見て。おばあちゃんね、こういう日記なんかの隙間にお札をしまう癖があったのよ。え、ない。本当だ。こっち。ちょっとした宝探しだねこりゃ。ん、これは。舞が言うことを聞かない。どうしてこんな子に育ってしまったのだろうか。ご先祖様に申し訳ない。ちょっと何やってんの。え、片付け。あ、そうだ、これ捨てていい。ダメよ、大事なもんなんだから。今手に入んないんだから。おばあちゃんが大事って言ってるの全部ゴミばっかじゃん。ゴミ。あ、バテルセ。あんた昔おばあちゃんとよく喧嘩してたからね。まあそうだけど、こういうの残されると。やっぱり見られて困るものは事前に整理しておこうと改めて思った。何、どうしたの。おばあちゃんなんか変なポエムみたいなの書いてる。もみじのもみじの葉っぱはね、メロンの中にはないのよね。おばあちゃんかわいい。これあんたじゃない。小さい時あんたが突然言い出したの。おばあちゃん、この子は天才かもしれないってよくメモしてたのよ。あ、そうなんだ。うん、そう、それあんたよ。あ、これあんたが修学旅行のお土産で買ってきてあげたやつじゃない？あ、ほんとだ。
私のあげたやつばっかり。これこんなものまで取ってる全然使ってくれないと思ってたら。大事にしすぎて使えなかったのかもね。医者だった祖母は外国へ留学したり東京の大学で働いたりしていて、長らく母とは離れて暮らしていた。ちっちゃい時寂しくていっぱい書いたんだよね、手紙。全部大事に取ってたんだね、おばあちゃん。おばあちゃんと話がしたいな。うん、ありがとう。うん。そんなこんなで順調に進んでいた遺品整理でしたが、私ちょっと疲れちゃった、休みたいわと母が言い出した。うん、分かった。まあ急ぐもんでもないしね。うん、やっぱしんどいよね、おばあちゃんのもの整理すんのって。なくなったからこそ捨てにくいっていうかね。どういうこと？だって生きてたら間違って捨てちゃっても謝ればいいと思えるけど、死んじゃったらもう謝れないかなって。ましてやおばあちゃん捨てちゃダメって人だったもんね。でもそうやって全部取っといたらそのツケがあんたたちの代まで残っちゃうってのも分かってんのよ。ごめんね、もうちょっとしたら頑張るから。ねえお母さん。ん？もしお母さんだったら私に何を捨てないでほしい？私？私は死んだら、別に何でもいいかな、自分のことなら。逆にあんたは？え？あんたは私が死んだら何を残してくれんの？まず代々伝わってるっていう袴でしょ。あとはこれこれ、あとは全集かな。何それ読むの？読まないよでもかなり苦労して揃えてたの知ってるし、全部揃った時お母さんすっごく嬉しそうだったから、そういうのを見てると意外だな、あんたがそんなこと言うなんてだよね、自分でもまあでもちょっと嬉しいけどねあとなんだろうな。え、
僕？うん、全部捨てちゃっていいよ。え？全部？うん、心置きなく全部捨てちゃってください。なんで？いやだって当の本人が死んじゃったらもう意味ないでしょ。そうだけど、そういう潔いとこ好きだけど。どうしたの？捨て変態にあるまじき言動だけど、はあ、そっか、お母さんもきっとそういうことなんだね。私よりもずっとずっとおばあちゃんとのつながりが深かったから。遺品整理とは、亡くなった人の一番身近にいた人の心の整理でもあるのだと気づいた夜。そうだね、ゆっくりゆっくりやっていこう。お母さん、おばあちゃんおはよう。今日はすっごくいい天気お掃除日和だよ。おばあちゃんが亡くなってからよくおばあちゃんに話しかけるようになった。行ってきます。あ、我が家の新しい習慣だ。母もまたぼちぼち整理をする気になったようで。ねえねえ見てほらもうおばあちゃんったらさ、小鳥に餌あげたいってこんなによく溜め込んでたのよ。でも絶対小鳥食べづらいと思ってたよ私。そうだよ ね, ねこれ私捨てた時さ、おばあちゃんすっごい怒ってたよ、ね、物があってもなくてもおばあちゃんのことを忘れることはないって気づいたからかもしれない。あ、そうだ、聞き忘れてたけど、うん、あんたはどうなの？え、何が？遺品として何を残したいかって話してたじゃない。ああ、うん、それ僕も聞きたい。そうだな、まあいい、これだけ？遺品少なって突っ込まれてみたいかな。まあ、あんたっぽいわね。まいちゃんっぽい。そう？このぐらいのバッグ、うん、そのぐらいか。何入れるか迷いそうだよね。え、もうバッグが遺品、バッグのみ。なんかないって何なの？なんか何もない。そう、前らしいな。まいちゃん。一人ぼっちさ、しんとした時は流れ、月はじっくり痩せてゆく。私が今日で我が家は今日も、そしてきっとこれからも捨て街道まっしぐらなのでした。